前两天买了几个包，今天就到了。结果我支付的时候吧，就是又把我自己的卡和我哥的卡给弄反了，就是意思是我刷的我哥的卡。我合计就是，与其等待暴风雨，不如挺起胸膛面对它。莫西莫西，你家怎么事？怎么事？怎么事？你怎么又出现倒霉动静？你是不是干什么惹祸的事了？そんなことないよ、お兄ちゃん。ちょっと聞きたいことがあるの。最近変なメール入ってないよね。什么奇奇怪怪短信？我看你像个大理不厌似的。你是不是又做什么活了？说。なんか間違ってお兄ちゃんのカードを使ってバッグ見つかってしまったの。三个包。我看你是能挂又爆吧，冒名你是老穿刺了。你他妈逼我三个包得花多少钱？你是不是要老命啊？いやちょっと待ってよ。这些包最近很火。不光保值，还比专柜省了好几千呢。季节新款都有，大牌款式非常齐全。在得物 APP 上买的三个包，省了好几千。三个包能省好几千，那也挺实惠的哈。哎，不对不对，哎，重点是你花的是我的钱，你哈了。不笑笑，お兄ちゃんのお金を使ってバッグ見つかったため、これからお兄ちゃんのことを殴ることはなし。お兄ちゃんの裏金にどうぞ夢さんに言わない。これからお兄ちゃんのことを尊重し、お兄さんお兄様、にどうぞお兄さんのことをボケと言わない。以上のことを保証します。你说话算数吗？你猜我敢不敢信你个六啊？だからごちゃごちゃ言うな、もう。うるさいよボケ。抖音。